皆さん、おはようございます。マーティン、ダーマムクーボーティンタケです。小国町、あのー、医療用ウィッグを作るための髪の毛、あの、ヘアドネーション、教育者がいました。小国小の3年生の川上リアネちゃん。かわいいね、9歳で。いやー、かわいいね、リナちゃん。七夕に合わせて初めて髪を切って、その必要な人に、えー、笑顔になってほしいと願ったそうです。確かにヘアドネーションというのは、小児がんなど、 病気で髪の毛を失った患者のために寄付された髪の毛をウィークを作り無償で提供する活動だそうです。その川上さん2年ほど前から家族でヘアドネーションについて教えてもらい、興味を持ったそうでございます。毎日束ねたり、えー、プール帽子をまとめて入れたりするのに苦労しましたけど、順調に伸ばしたそうでございます。膝裏まで到達して、今年切るのを決断したそうでございます。小国町の理髪店に訪れて、内心な挑発にハサミを入れたそうでございます。 これね、中学に入学するまでまた伸ばして寄付したいと笑顔で話したそうでございます。みやねちゃん、かわいいねー。以上です。日本の美人です。バイバイ。